はい、作ってわかるコンピューテーショングラフ第3回です。第2回ちょっと時間が溢れちゃったんで一旦これ止めましたけど、バックプロパゲーションっていうのを具体的にやってみましょうと。バックプロパゲーションとは何かっていうのはそんなに真面目に説明せずに、なんとなくそのノードを中間変数で置いてチェインルールで計算するというのをもとに、グラフを埋めてもらうというのをやってみました。で、もう何回かやった後にちゃんとアルゴリズムの説明をして、そこまでいくと、あ、これがバックプロパゲーションかって分かると思うんで、そこまでは我慢して続けてください。はい、ということで第3の練習問題に行きます。W1 で、本質的には微分を計算せろって言われたら高校生の知識で全部計算できるわけですよ、チェインルールとか使ってね、因関数の微分とか合成関数の微分、分かんないけど、だからそれは結局できるはずなんで、分かんなくなったらそれをやりゃいいんですが、最初のうちは分かんなくなったらとか、最初のうちはやっぱそれをやってるのはいいんですよね。ちょっと待って、 W0X0 X0 プラス W1X1 プラス W2、 これはいわゆるロジスティック回帰ってやつですね。はい、で、W から X で W2X0X1、 ちょっとこれスペース足んねえかな。3-1-2、これのまたフォワードプロパゲーションとバックプロパゲーションをやってみたいと思います。というか、たくさんやると慣れるんでたくさんやりましょうって話です。で、ちょっと狭いかな、もう一回書くか、これめんどくさいな、けどいいや、狭いままやって。はい、はい、やってみてください。はい、まずコンピューテーショングラフを書きます。はい、W0、1W2、W と X は近くにしとかないと書きにくいと思うな。なるほど。この、何かなんだっけ、順番を入れ替えた方がいいということですね。その辺のことはちょっと考えながら書いておく。W0X0 と W1X1 と W2。はい、はい、ちゃっちゃか書いていきましょう。はい、まず W0X0 をかける、はい、ちなみにちょっとここで一旦止めて、動画を見てる人も一旦ここで止めて自分で書いてみてくれるといいと思います、ということで、はい、続き、はい、どうぞ。はい、次 W1 と X1 をかけると。はい、そうですね。で、あとは足すと。はい、足すの3つ足しちゃってもいいけどね。なるほど、うん、ちょっと待ってくださいね。こうか、はい、おお、ずっとずっと足す、はい、で、その結果を、はい、まずマイナス1をかけると。マイナス1をかけると。で、次にExponentialすると。EXP とかにしときましょう。お、いいけど。で、はい、で、1たすをどうするかっていうのは流儀が分
かれるところなんですけど、ここは足す1っていうゲートを一応つける、作っちゃうことにしましょう。足す1、はい、そしてそうすると分の1もそういう感じですかね。 x 分の1って感じですよね。 x 分の1、 x ってなんだよって感じだけど、まあ x 分の1にしておきましょう。これも流儀は分かれるところで、ハットマイナス1の人もいるけど、はい、まあいいです、はい、以上で関数電卓ですね。関数電卓がいるんで、はい、はいはいはい、あで計算をしていきましょうと、はい、W0 が2で、はい、W1 がマイナス3で、マイナス3で、はいはい、W2 がマイナス3で、 X0 がマイナス1、X1 がマイナス2で、W0 と X0 をかけてマイナス2で、 W1 と X1 をかけて、6で、マイナス2と6とマイナス3を足して1か、はい、1ですね、はいはい、そしてマイナス1をかけてマイナス1、はい、でここでエクスポネンシャルを計算すると、はい、まずエクスポネンシャル、あそうか、んあそうかね、まあ普通に1を計算するんですかね、んあちょっと、ね、あそれで大丈夫ですね。エクスポネンシャルのマイナス1乗を計算する、はい、はい、はい、は 0.3678 で 0.37 でいきましょう。はい、 0.37 ちょっとちなみにここで補足をすると、今何をやったかというと、関数電卓で 2xp のマイナス1を計算しました。はい、やってみてください、はい、で1を足すので 1.37 と、はい、なんかそんな感じになってきます。で、逆数なので、はい、1÷1.37 を関数電卓で、まあ、電卓で計算すると 0.73 ですかね、はい、0.73、 はい、はい、でバックプロパイゲーションいきましょう、はい、と赤でと、まず最後は1と、はい、で x 分の1っていうのは、まあ、微分するとどうなるか、まあ、基本的にはあのまずここらでちょっとちゃんとした定式化をしておきましょうと、うん、まずいつでもこのノードに変数で置きますと、そのバックプロパゲーションの計算の仕方、まあ、こういうのがあったとしますと、でいくつだっけ値 1.37、 まあ何でもいいんですけど、基本的なルールとしてはまず1変数に置きます。1変数に置く、ちょっと書こう、1変数を置く、で2 DF D 足とは何ぞやっての話があるんだけどを DF D 変数と DQ D 足にすると、3 DQ D 足を求める、一番素朴にやるならいつもこうなります、うん、で試しにちょっとこの9っておいてこの x 分の1をやってみましょうと、うん、まあやってみよう、そんじゃつまり DF 足は何か置きますかね、足 R とかにしときますか、 R にしますか、R、はい、ここにも R って書いてありますけど左下の方ですね、はい、はい、DFDQ QTRDQ
PR はい、で、DFDQ DFDQ は上から流れてくる値ですね、いつでも。まあ、言葉1と1で、はい、DQDR、はい、これっていうのは x 分の1の微分になりますね。マイナス、なんだっけ、 x マイナスっていうのはマイナス、マイナス、あ、ちょっと、x の、あ、ちょっと待ってください、 x のマイナス1乗なんで、ちなみに q イコール r 分の1なんですね。 DQDR はR のマイナス1乗の微分と、はい、いう話でございます、はい。はい、かなり忘れてますけれども、はい、そうか、マイナス1を持ってきて、はい、で R をマイナス2乗になると、はい、そういうことですね、はい。なのでこれを計算すると、R2 乗分のマイナス1かな、まあ、ちょっとそこは書いておいてもらえますか。なるほど、 R2 乗分の R2 乗分のマイナス1、はい、はい、で上の R っていうのはこのフォワードプロペゲーションの値になるわけですね。はい、ちょっと書いておきますと、はい、1.37 の2乗分の、はいはい、あ、ちょっと待ってくださいね、1.37 の2乗分のマイナス1と、はい、ちょっとこの計算をする前に、はい、あ、ちょっとまあ、あとは全部ここに書いていっちゃっていいですよそんなスイスイとはいかんかむしろ15分かかってしまうかこれだけではい、ちょっと待ってはいはいさっき言うとつまり、はい、まあ、さっきの式を、はい、1.3 のマイナス1と、ここが、はい、1.37 の2乗分のマイナス1、はい、なので、はい、はい、そうなんです、意外と電卓を使うんですよまさか突然呼び出されて動画を撮ろうと言って電卓で計算されるとは思わなかった吉堂先生ですが、こんな時でもパパッとアドリブでこなせるのができるエンジニアですよマイナス 0.53、一応さっき自分も計算したんで、うん、あ、違った、立って見ながら進めるあ、これってなんだっけ、あ、F か、これか、はい、0.53 ぐらい、はい、マイナス0.53、はい、合ってますね、はい、はい、足す1、足す1はそのまま持っていくっていう話だったので、厳密にはなんかまた Q とか置いて計算するんですが、まあ、やれば多分そのままになるでしょう、うん、はい、はい、エクスポネンシャルも計算すると、エクスポネンシャル、まあ、エクスポネンシャル、そうですね、つまりこれはなんだろう、エクスポネンシャルのマイナス 0.53 ではない、ではない、多分ですね、これは計算してみないと分かんないですね、そのこれ 0.53 とマイナス1を覚えて下にちょっと行ってみましょう、もう一回下に行って、はい、もう一回下に行って、ちょっと書いてみましょう、もう、はい、上の方に書いてみましょう、あ、はい、エクスポネンシャルがあって、はい、こっちがマイナス 0.53 でしたと、はい、で、これがマイナス1かな、マイナス1が、はい、でこいつを、まあ、9とまた置いてみましょう、この下を、はい、
こっちが Q でこっちはアルとしますと、はい、で DFDQ を求めると DFDQ は、はい、DF あごめんなさい DFDR でした。ああそっか、はい、DFDR は、はい、DFDQ かけるDQDR と、はい、DFDQ はこのマイナス 0.53 ですね、はい、で、ああそうか3ですね、ああ0.53、はい、意外と計算がだるいで DQDR は、はい、つまり、はい、これで言うと E の R 乗、はい、そうですね、ですね、はいはい、ということは 0.53 かける、はい、まあ、E のマイナス1乗、そういうことですね、をまた電卓で計算します。また電卓がいるわけですね意外とデータがいるんですよ。 E のマイナス1はさっきも計算したかもしれないけど、ああまあけどもう一回計算してかけたらいいんじゃないですか。で、マイナス 0.53 かける、まあ 0.37 と、はい、いくつぐらいになりますか。まあそのままかけちゃってもいいかな、うん、と思ったけど、あ、0.37 って書いてね、あ、マイナス 0.20 でいいんじゃないですか、ね、はい、はい、まあちょっと動画的な見栄えのことを考えて、ここらでちょっと何をやってんのかっていうのをまあラップアップすると、ラップアップというか要するに、E のマイナス1乗にこれをかけたものになっていたっていう認識でいいでしょうか、うん、はい、はい、あ、了解です、はい、で戻ると、はい、マイナス 0.20 だったかな、うん、はい、マイナス 0.20、 はい、はい、でかけるマイナス1、まあ多分マイナスをマイナスをつけるだけなんじゃないですか、ね、まあ、厳密にはさっきやってたようにまた証明するのが正しいんですけど、まあいいでしょう、うん、足し算も全部そのまま流すだけと、その場所に、まあ、これも厳密にはちゃんと証明しなきゃいけないんですが、まあいいでしょう、うん、はい、なるほど。で掛け算は本当は上は下のをかけたもので、下は上のをかけたものになるので、うん、まあ、見るだけで慣れれば、なるほど、はい、0.40 と、0.40 とマイナス 0.20 とできる。こっちも同様で、マイナス 0.60 と、はい、マイナス 0.40、はい、はい、以上、ね、以上です。というわけでこのように頑張ると、まあ、機械的に微分の値が出せると。でエクスポネンシャルとか x 分の1とかはあのよく使う演算として結果の形を全部覚えてしまえば機械的に全部計算していけると。で実際これはそのようになってます。あのテンサーフローでもあのカーネルっていうんですけど、このオペレーションを登録する都度、それの微分も一緒に登録するようになっていて、この新しいノードを足すたびにその微分も自動的に足すんで、うん、なんか今やったようなことを初めから答えを与える感じになってますね、テンサーフローは。まあ、ちょっとまあそういう話は第4回に行きましょう。なんか全然3回じゃ終わんないですね。ちょっと一旦ここで終わりにします。